ママですね、リアルでじゃあ始まります最初僕が喋りますので,で CM かの後に城本さん紹介しますのではい 時刻は10時を回りましたこの時間は FM 技能案防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りしますお届けするのは FM 技能案の山内です皆さんどうぞお付き合いくださいよろしくお願いしますこの番組は地域の防災防犯意識の向上を図りいざという時において冷静的確に行動ができるよう 情報を発信することが目的でございます。まあ、えー、もちろん、いざというときに、冷静的確に行動ができるというのもありますし、また、日々の備えですね、その、防災意識の向上が目的ですね。えー、できる限り、地域に根ざした様々な分野の情報をお伝えします。ライフサポートラジオと銘打っておりますので、 えっとあれですね本当に生活の安全に関する情報などを紹介していきますもちろん防災防犯がメインなんですけどもその他ですねえー、安全に関する生活の安全に関する、えー、情報をいろいろとお伝えしていきますえー、っとですねなので皆さんぜひぜひ僕はこういう防災して しているよとかこういう備えしているよとかがあれば教えていただきたいと思いますご意見ご感想などなどですねメール待っておりますメールアドレスは 797-FMGNO1.com797-FMGNO1.com でございますまた <laughs> FMGNO1 では u <laughs> ースト e ームと Twitch で映像と音声をネット配信しております FM 機能案のホームページから簡単に見ることができますのでそちらもお楽しみくださいまた、えー、FM 機能案のホームページからですね「えー、サイマルラジオ」やっておりますネットでラジオが聞けますのでそちらも、えー、車でね乗っててああもう聞けない地域だよという入ったよという方はぜひ、えー、ネットで聞いてみてくださいアプリでも聞くことができますよろしくお願いします それでは、えー、今日も素敵なゲストさんに来ていただいているのでこの後紹介していきたいと思いますその前に、えー、CM お聞きくださいでちょっとあの防災情報をですね お送りしております。FM ギノワン防災防犯番組ライフサポートラジオでございます。この番組は、と、ギノワン普天間ヒルズ通りにあります。FM ギノワンのとてもなんてうんですかね景色が綺麗なこの海を見渡せるスタジオよりこの後10時半まで生放送でお送りします。最後までお付き合いください。よろしくお願いします。それでは えー、儀市のですね、市民防災室のホームページより、えー、義援金及び救援物資についてのお知らせを、えー、したいと思います。平成28年、えー、今年ですね、4月14日に発生した熊本県熊本地方を震源とする震度7の地震により、熊本県益、えー、木町を中心に、 大きな被害が出ております宜野湾市においてはこの災害で被災された方々を支援するため4月18日から当分の間市役所庁舎や各公共施設に募金箱を設置しております皆様の温かいご支援をよろしくお願いしますなおお寄せいただいた義援金は日本赤十字社などを投資 全額を被災された皆様にお届けいたします募金箱設置施設を紹介しますまずは宜野湾市役所ですねそれと保険相談センター宜野湾市民会館宜野湾市水道局庁舎宜野湾市立博物館宜野湾市民図書館となっています また、救援物資につきまして、えー、被災地での受け入れ体制が整ってないとの情報、これはもう前の情報かな、えー、ということですね。えっと、まあ、現金はまだまだ、えー、募集していると思われますので、ぜひ皆さん、あのー、ですね、本当に心、えー、なんていうんですかね、気持ちでいいと思いますので、えー、少しでも支援、 えー、募金していただきたいなと思います。えー、僕の知り合いがですね、熊本にいてですね、え、今回、熊本が実家、えー、出身ですね、の方がいて、えっ、ー、と、お話を聞くとですね、えー、報道されているよりひどいと。えー、本当にね、お家が壊れてたり、道路がまだまだ、この、切断、なんていうんですかね、断絶されたりということがあるようです。ぜひまだ、えっ、ー、と、 まだまだ支援が必要だと思われますので募金よろしくお願いします以上宜野湾市防災室の、えー、ホームページよりお知らせでしたじゃあこの後白子さん出ていただきますので さあ、お送りしております。ええ、右のワン防災防犯番組ライフサポートラジオでございます。ここからは、今日はですね、本当素敵なゲストさん。来ていただいておりますので、では、自己紹介お願いします。白馬さん。どうぞ。はい、えっ、ー、と、皆さん、こんにちは。こんにちは。えっと、沖縄気象台地震火山科。 地震津波防災館をしております白間と申します、はい、本日はよろ,、ね、よろしくお願いしますよろしくお願いします白間さん、えー、地震津波防災館ということでこれはどういったお仕事というかもう本当聞いた名前の通りで、はい、地震や津波に関することを、うん、えっと日々観測してもし何か被害が起こりそうな場合はえっと皆さんにお伝えするような仕事をしておりますあ、その観測というのは何を観測しているんですか 地震ですね。沖縄の近くで起こった地震とか、えっとまた沖縄の周辺の海の近くで地震が起きて規模が大きい場合と津波の可能性もありますので、そういったか時はえっ、ー、と津波注意報や警報を皆さんにお伝えしています。なるほど。この沖縄って地震少ないってみんな言うけど、本当は多いんですよね。そうですね。ちち沖縄はうんそうですね。うん、沖縄決して地震は 少ないところではないですね,ですね、えー。もともと世界の中でも日本は地震の多いところで。うんはい、それの中で沖縄も含まれて。はい、えっと地震が決して少なくはないですので。皆さんもそれは誤った認識ですので。はいはい、そうですよ。はい、大変ですよね。<laughs> そうです。正しい認識を持ってください。<laughs> そうですよ。本当に。あの。結構ね。やっぱり地震とかに関する噂って。すごい多くてですね。まあ。はい、あそ このあとね、そういった話も、えー、とお伝えできればと思うんですが、今日はですね活断層について、えー、お伺いしていきたいと思いますが、4月の熊本地震では震度7を2回、これ、2>, これ2回来るって思わないっすよね。多分初めてなので、ねはい、それでさらに被害が大きくなっています。 耐えたのも全部この二回目で崩れちゃったりしていますよね。熊本地震から二ヶ月以上経った今でも当初より減っているものの余震はまだ続いているんですか。はいまだ続いてます。今朝ありました。はい、ありましたね。今朝も震度四がありましたね。震度四っつっても怖いですよね。はい、もちろんです。多分、えー、寝てる方大体の方目覚ましますね。ですよね。だからもうこの 熊本の方は本当に本当にかわいそうだなというか、あのすごい、そうね、こう、うんうん、なんていうんですかね、まあ、被害、物的被害もそうですけど、精神的被害もすごいんじゃないかなと思って、そうですね、ね4月からずっと続いてますし、ね、2か月ですよ、えー、多分ちょっとした動きでも、もうすごく不安になったりすると思いますですよね、はい、あの僕、東日本の時に、前日に、あ違う、その翌日、東京にいたんですよ。うんうんうん で余震があって、はい、この震度何だろう5か4かの余震があって、えー、あれでも相当怖かったですよそうです、はい、多分沖縄にいるとなかなかね、うん、そんな震度4以上とか経験すること少ないので少ないですよね,ねかなりビビりますね、えー、ビビりましたあのしかも出張でいってて人ホテルなんでどうしていいかわからないみたいな。うん そういうい状態でしたねだからもう本当にね、あの被災した方というのの気持ちは分からないんですけどももちろん、でも恐ろしいだろうなというのは感じますね、大変ですよね、はい、あのまあまあまあ、ちょっと話戻しますとですね、まあ、余震は続いている状態、まだまだやっぱり注意が必要ということですよね、今月も12日に震度5弱の地震を観測している。 ということですが、えー、この地震では札川断層帯というのがあるんですねはい。ひなぐ断層帯と言われている活断層が動いたと言われていますこの活断層という言葉テレビや新聞などでよく耳にしますが一体何なのかっていうのをですね白馬さんもうぜひドドンと、はい、<laughs> よろしくお願いします <laughs> わかりましたはい。はい えと活断層と最近よく耳にすると思うんですけども、はい、えと活断層とは、はい、えと陸の浅いところで発生する地震の原因となる地震断層で最近の地質時代ってもう200数十万年前からとも数十万年前からとも言われているんですけどもははははそれから現在に至るまで何度も繰り返し活動していて、はい、将来も活動する可能性がある断層を活断層と言ってます。 浅いところで発生する地震の原因となるのがこの活断層、はい、そうですね活断層も含まれますね、うん、この活断層ってじゃあ結局活って生きる生きるというか生活の活じゃないですかええー、はいるというニュアンスですかそうですねただこの活動の感覚がもうなんだろうな、うん すごく200数十万年前から現在までの間隔がすごく長いので勝つって言われてもなかなかピンとこないと思うんですよただ昔これはあの地震の傷跡というか過去に起こったところにあるものなのでこれでここには過去に地震が起こった形跡を見ていますねじゃあやっぱり、えー、と動いてるっていう感じですか 動いてる動く可能性がある、あるはいい断層ととうことです、ねはいえー、200数十万年前ということで、うん、まあ現在まで繰り返し地震が起きて、将来も地震が起こる可能性がある、えー、というのが断層、活断層ですが、なぜこの活断層で繰り返し地震が発生するのでしょうか。はい えーと今ある活断層なんですけども、はい、過去に起こった地震の古傷のようなもので周囲の岩盤に比べて、えー、と壊れやすくてずれやすい性質を持っているからですあもう一回大きく動いてるというかはいそうですねはいであと過去にここで起きたんじゃないかなという形跡ですね、うん、あだから一回起きたとこでは起きやすいっていうことなんですかそうですねはい、うん また起きるよっていうことですよね。えっ、ーはい、となので、その、まあ、えっ、ー、と、東北も過去起きましたっけ、ありましたっけ、地震ですか、あありますよね、津波が来たっていう、あ最近の、とか5年前の大きなのですか、前、5年前の前、ええー、東北は過去に何回も、えー、と津波が押し寄せて、被害あってるところです。あ 何回も、はいうん、じゃああの辺は本当にもう地震が起きやすいっていう感じではあったんですかそうですね、もともと東北の太平洋側は、はいえっと、過去に何度も津波による影響を受けてい明治とかその前からも何回も繰り返し起きれているところですね。うん、なるほど、えー、ところで、そういうその活断層ですが日本にどれぐらいの数あるんですか、はいえー、っと日本では 2000を超える断層が活断層か、またはその可能性があるとされています。2000？はい。2000ってびっくりしますね。ちなみに沖縄の周辺はどれぐらいあるんですか？そうです。沖縄の周辺で、えっ、ー、と政府の、えー、と地震調査研究推進部というところが調べているんですけれども、はい、えっとそれが調べているのは宮古島にある活断層だけですね。あ、じゃあとりあえず沖縄には一つしかない。 はい、やって調べられているのは一つだけです。あ今のところってことです,かそうですね。はいなるほど、えー。活断層はじゃあどのようにして調べるんですかはいえー、と活断層を調べるのなんですけれども、はい、えと活断層の周辺には、うん、えといくつかのなんか特徴的なのが見られるのでその地形を例えば空からの空中 写真で見極めたりあとは実際に地面を掘って地下の地層のずれなどを観測して、えー、とそういったことを調べている大学の機関とか研究機関またはあの自治体なども調べててそういったところが調査してます。うんうん、実際に地面を掘って、えー、というので,で、はい、ボーリング調査ですね。ああ<ー>、はい、なるほどあのー、特徴的な地形っていうのはなんか一つ 二つあげれます。地上的な時期。多分地面の中を掘っていくと。うん、中に深い中にいると。ところとかなんかズレが。ずれ、あの、チャンスのズレが。はい。ずれが見られているので、あ。この深さのところで過去に地震が起きたんじゃないかというか、推測されてきます。あ、なるほど。で、えー。活断層は、そのようにして調べているのですか。<laughs> <laughs> はい、そうやってて調べいいまますす <laughs> なるほどで次きこんなふうにっ調べられててなるほど日本では現在の97の活断層、はい、主要な活断層と言ってて、はい、これ政府の機関,で機関の、うん、えと地震調査研究推進部が調べてるんですけども。はい えーとこ,の実施この調査によって、はい、えーと地震の規模や、えーうん、一定期間に地震の発生する確率、確率あとは長期的なの観点で評価して、うん、これをの長期評価というふうにして公表しています。と、はあ、いうことはある程度予想がつくということですかね、いつ起こるという地震が知ることができるということですか。 あすみません残念だからそれできないですねできない回はいそうですはいすみませんあの活断層なんですけども一般的にあの平均的な間隔がえっと千年から数万年以上とか千年そうなんですよ非常に長くてのその活動自体にもなんか大きな幅があって例えば A という活断層があったとしますはいの平均的な活動間隔が二千年から四千年でもう一方で 例えば B という活断層にしますと、はい、それが平均的で1万年から1万5000年程度というふうに幅がかなり広くなっているので、はい、このような状態でこれも現在の私たちの持っている科学技術では地震がいつ起こるかということをえと予測することはできない、困難ですね。あなるほど じゃあもうピンポイントでいつ起きるよっていうのはやっぱり難しいということです、ね、難しいで今,今現在できないですね。うん。あのー、あれはできるんですか。例えば大まかにこの地域ちょっと危険だよとか気をつけなさいとかなんていうんですかね。うん、うん、うんうんうん。その地震が起こる可能性ありますよとかっていうのはこのいうことできるんですか。あそうですね。はい、うん。えと。 可能性についての言及はできますね、はい、えーとどのぐらいの間隔で起こっているかという調べることは、うん、えーとある程度私たちの住んでいるところが、はい、地震に対してど,れどの程度の切迫度があるかということにもつながるのでそういったことを知れば、えー、と地震の対策を講じる際の、うん、えーと私たちの重要な目安とはなってくると思います。なるるほどじゃあ私たちが住んででいるこの沖縄でも 活断層ってあるんですかはい、えー、沖縄県内にも、ね、いくつかの活断層があるとされているんですけども先ほど話した地震調査研究推進部というところが調べているのは、はい、えと宮古島にある宮古島活断層帯ですねその宮古島、えー、断層帯はどういう特徴というかどんな感じの。 断層帯なんですか。あ、そうですね。はい、えっと宮古島断層帯なんですけれども、宮古島の中央をえっ、ー、と真ん中のところなんですけれども、はい、えっと北西から南東方向に伸びてて、<ー>えっと宮古島断層帯中部と、はい、宮古島断層帯西部の二つに分けられています。はい、で、この宮古島断層帯のこの中部の方が、はい、えっと一回に活動すると、はい、マグニチュードだと7.2程度もしくはそれ以上の 地震がが発生するる可能性があるとされていますはあ、はあ、でもう一方の宮古島断層帯の西部なんですけれども、うんはい、これがい一度に活動すると,、えー、とマグニチュード6.9程度か、うん、またはそれ以上に地震が発生する可能性があるとされてます。なるほど ただ、えー、とどちらの区間も、うん、えと過去にどのような活動があったかということが、はい、えーとデータが少ないために、うん、えと地震の発生する確率が、えー、と求められていないです。はい、分からない、はい、ということですね、はいえー。将来の地震の発生確率は分からないということなんですが宮古島断層帯以外の他の活断層についてはどうなんですか 宮古、ね、島断層というよりも長さは短いんですけれども、いろいろな研究機関が、えー、と県内にもいくつかの活断層があると,、えー、と確認していますただ、先ほど日本全国で2000を超える活断層があると話したんですけれども、うんはい、沖縄県内も含めて、す、え、べ、ー、ての活断層が分かっているわけでは、えー、とありません。なるほど 理由はさまざまなんですけれども、うん、えとこれまでの地震の経験から、はい、えと地震が起こった後と地面に痕跡を残していないとか過去に、えー、と地震の記録がないような活断層も考えられてて、うん、沖縄県にもそういった知られていない活断層があってもおかしくはないですそうですすそうよね沖縄はやっぱりち,ちゃい地震多いですからね。うんで まだ知られてない活断層があるかもしれないということなんですか。そうですね、はい。例えば陸地には見られなくても、はい、海の中とか海中の方まではまだ分かりませんので、うん、はい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 、そういったことも考えられます。なるほど。そういったことも考えられるということですね。えー、熊本の地震というのはどういうあれだったんですか。 今年の熊本の地震なんですけれども、はい、えっと冒頭でもえと、えー、とおっしゃってましたこの二川断層帯とか日陰断層帯こちらの活断層が動いたケースで、うん、えっとこれはあの地震調査研究推進本部が調べてた活断層で。 ああ調べてはあ調べてて動いて活動したケースになってますね。うん、なるほど、えー。もう近くに活断層がないからっつって安心してはいけないということですよね。はいそうです。うん、元々えっ、ー、と日本列島とか私たちが住んでる南西諸島はえっ、ー、と世界でも、えー、と地震の多い地域なので、はい、えっと2011年の 東日本大震災を起こした東北地方太平洋気地震とか、はい、えと将来発生予想されている南海トラフ地震のような海溝型地震、はい、津波を発生させ,させるような大きな地震が発生することもありえますので活断層が近くにないからといって安心なわけではなく、えー、と日本はどこにいても大きな地震が起こる可能性があるということをえとご承知おいてお 知っておく必要がありますすそうであ冒頭でも僕も言いましたけどこの東日本大震災の前はですねやっぱ東海が危ないよと今でも東海トラフなどなどって言われてますけどもあのこういう噂とかっていうのは信じない方がいいですかそうですねあの本当にいろんな場所ありますしいろんなあ地震の余地はできません。できないはいはい ただえっ、ー、とこうやって言われているこの10とか南海トラフというのは、はい、過去に、えー、と地震が起こってるのでそれが繰り返し起こってるので<ー>いずれは、はい、いつかは起こるのは分かってます、はい、ただそのいつかということが、えー、とはっきりわからないというですあの必ずいつかは来るまあいつかは来るだろうと言われていますので、はい、やっぱり日頃の備えが 大事ということですね。そうですね。はい。日頃からの備えは大事です。そうです。ぜひですねこの番組聞いて日頃からの備えどうしたらいいかという情報もですね蓄積、えー、流していきますのでよろしくお願いしたいと思います。今日はですね活断層について沖縄気象台地震火山か、えー、地震津波防災館の白間浩二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。はいありがとうございました。<laughs> ありがとうございます。結構山上ですね。めっちゃぶりですね。<laughs> <laughs> すいません。<laughs>